どんなメイクしようとしたか忘れたんだ。ブルー入れようかな。この間来たよね、なんかブルーのメイク。うん、でもこれ可愛かった。あれじゃなくて、可愛い。私は今日これをやろうかと思ってます。やっぱチークは濃いめだよね、うん、ピンク系。え、チーク化してほしい。全然いい。ちょっとオレンジしか持ってこなかった。え、これどう思う、この星たちはさ。これはもう予選落ち。え、でもつけてみたら。つけて決めればいいか、うん、とりあえず絶対これマストだよね。え、な、うん、何落としたか忘れた。チーク、なんだっけ、こんにちは。今日はですね、XG のライブに今からまかちゃんと行きまーすので、準備をしていきまーす。映ってる。いやかましい。ちょっと爪後で見せてあげてよ。そうね、張り切り、張り切り、張り切りネイル、張り切りネイルね。ちょっと今日はいつもよりも派手にいっちゃいたいと思いますんで。なんかどうしよう。マジでこれ見て、写真見るじゃん、うん、メイクするじゃん。なんかそれ通りにできるのがすごいなって思う。え、かわいい。あ、いいじゃん。え、何それ、ハート、うん、ほっぺ。だからちょっとハートっぽくして、ストーンこうやってやって。あ、え、かわいいじゃん。ストーンあるよ。え、こんなにある。え、めちゃくちゃ見る。あ、そう、ストーンだ。嘘でしょ。ストーンを取ろうと思ったんだ、そういうの。え、やりたいこれ。え、すごい。めっちゃあるよね、アマゾンでね、うん、超買って。あんたできるの？1時間半で。頑張る頑張る。ちょっと待って、これ、髪の毛も巻いて。そうだよ。ほら、めっちゃある。でもこの髪型も可愛いね。確かに。いや、そっちの方がむずそうだけど。確かに。時間勝ち盛り系のさ、すごっ。え、すごっ。え、ちょっと、頑張る頑張る。え、これどうしてんの？これ、もうさ、結構シルバー系だよね、これ。何が？あ、アイシャドウ？アイシャドウ。シルもあるよ。ちょっと一回とりあえず、ベースっていうか。ミラーそれしかないんだよ。いやいや、手持ちならあるんだよ。いいのいいのいいの、これでいいの。すっかり忘れてた。そこに見てる。ネイル可愛くないこれ。いいね、めっちゃ。予期せぬブルーだわ、うん、あ、そうじゃん。そうよ、今日はもうブルーを楽しみ。ちょっともうクーラーつけちゃってるからうるさいかもしれない、もしかしたら。こちら最終的には涼しくて たまらない、うんうん、そう、もう暑くて。え、ね、前マスクとかない。あ、いいよ。あ、まあ、もう全然シュなんか進まない。え、進んでるよ。まだいいんだけど。レース終わったし。ありがとう。早っ。え、色ぴったりすぎね。それいいよね、うん、エテュセのね、眉毛用コンシーラーって。なんかエテュセから出てるのが意外だった、ね、はい。エテュセのアイエディションこんなんやってる暇ないんよ。まだ使えてるんだって。は？使ってる使ってる。え、どういうこと？なんで私来たの今じゃあ。じゃ、こうやってこうやって見せただけ。あ、そういうこと。そう、こんなことしてる場合じゃないんだよ。そうだよ、張り切っちゃうから。あと1時間半。でも1時間半あるから大丈夫。え、そう、でもって思ってると結構ね。てか、なんか話してるとね、わかんの。てか手と口一緒に動かないの。YouTuber になれないよ。そう、無理無理無理。さっきご飯食べてる時も喋ってたじゃん、うん、だから全然ご飯食べれなくて。いや、それはさ、別じゃない？ご飯と？だってもう食べるから喋れなくなるじゃん。あ、口動かしてるから。え、そうそう。でも今は別に口に何か入ってるわけではないじゃん。それはそう。ちなみに今、聞いておりますんで。そう、ほのかちゃんさ、ダンサーだからさ、羨ましいの、ほんとに。TikTok 撮りたいの。え、どうぞ。一人で。私ほんとさ、全身のダンス壊滅的なんだ。でもさ、一回やってよね、一緒に。スタジオ撮って。やった。ブラックピンク、なんだっけ、うん、なんだか私がハイライクザットを。あ、そうそうそう。でも踊れしてよ。あの時は若かったね。え、どういうことどういうこと。若かったくない？老いたから踊れないってこと？違う。なんかほのかも若かったし、なんか教えることをしてなかったわけだ、その時は。レッスンを持ってたわけでもないし。あれ、そうだったっけ。あの時まだ多分レッスン持ってない時だと思う。そうなんだ。そうから教えるのも。全然いつでも使って。いつでも受ける。教えることをしてないから、なんか多分あの時めちゃめちゃ教えるの下手だったと思う。え、でも私があんだけ踊れるようになったってことは、え、でも教え方が上手いってことだ。今度 X じゃないですか。 X や、やろうよ。簡単なやつで。簡単そうなやつで。何が一番簡単そう？全部難しいけど。でも今日パフォーマンス見て、そうそう、ちょっとやりたいの。これちょっともしやりたい。そう、やりたいってなって、そう、やろう。全然やろう。それを考えながら見よう。そんな考えてる暇ないな、絶対。興奮してて多分覚えてない。覚えてないよ。え、これどうし、これ何色？
シルバーこれ借りていい？どうぞどうぞ。でも私もね、シルバー系にしようかなって。でもなんかシルバー似合うのかな、彫りというものがないからさ。こんなん見てやったことないもんか。マジ、うん、ない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 。だってできるって思ってないもん。独自のいつも、うん、適当に。すごい。だからめっちゃ失敗する。私の大阪行ってたじゃん。うん。あそこのセレクトショップ本がめっちゃ行きたい。ああそこね。そう、セレクトショップで古着屋ヴィンテージショップ。うん、ヴィンテージショップね。めっちゃ行きたい。めっちゃ可愛い。めっちゃ、あ、これこういうのしてさ。なんだっけ、なんとかブルー。バンビシリーズ。お、え、懐かしい、バンビシリーズ。懐かしい、これマジで可愛いな。懐かしい、私ビン、なんだっけ、バンビシリーズ、うん、ヴィンテージブラみたいな。なんかシューナはもうバンビシリーズだっていうイメージが強すぎて、なんかもう口を開けばバンビシリーズって感じ。うん、でもマジで昔のあの動画とかもう一回バンビシリーズだったよ。ね、変わった？今はね、ショップリストがなんかカラコン安いんよ。安いっていうかなんか、まあ、LINE とか登録してるとね、あ、そういうこと、お得になったりするからね。リストで買ってて、あんまりブランド決まってないけど、うん、え、いつも同じの買う？違うの買う？一回買ってみて、うん、気に入ったやつはリピートするけど、結構いろんな種類をいつもトライしてみる。カラコンってさ、絶妙にちょっと高かったりするじゃん。わかる、わかる。使い捨てだし、使い捨てだから新しいの挑戦できるけど、なんかまあ安くはないじゃん。うん、だからなんかいつも同じの使っちゃう。安定のね。そうしさ、人が使ってても正直なんか自分の目と違うから。なるほどなるほど。そう、なんか参考にはするけど、めっちゃ今共感してくれる人めちゃくちゃいるけど。本当？うん。めっちゃなんかそうなの。確かに。そう、なんか結構一般ピーポー思考だからさ、みんなと同じだと思う。もうなんかシューナより多分みんなと同じだと思う。え、私そんなずれてるかな。ずれてはないけど、でもなんかそういう仕事してるからさ、研究するわけじゃん日々。でそれをみんなが参考にするわけじゃん。でほのかも参考にする側じゃん、うん、どっちかって分かる。そう、見る側だもんね。そうそう、作る側じゃなくて。そうだから多分みんなと同じ感覚だと思う。勉強しようじゃん。いや別にいいよ、しなくて。見て、でシューナはそのままでいいんだよ。そのままであるべきなんだよ。深いね。確かにそういうことか。でしょ。だからそう、だから別にこっちの考えをどうにかそう参考にしてとかはする必要ないと思う。どうしたらいい、これをつけるの。今この感じつけたら、うん、ベースによってもうここだけじゃない、なんかハイライトここだけじゃない、ちょっとピンクっぽいね、ベース。え、嘘、私グリーンに見えたんだけど。じゃあここはね、ここはグリーンだけど、この辺ちょっとピンクっぽくない。薄ピンクのアイシャドウ、これアイシャドウってどこにある。え、もういろんなところにある。あ、これ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 。スリーの。え、わかんない。ちょっと、もうちょっと。スリーもあるし。チューナが一生進まない。え、進んでるって。あ、これめっちゃピンク入ってる。あ、これいいかも。こっちこっち、これ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 。かわいい。フィーの。でもやっぱ原点にして挑戦、頂点だね、これ。この曲。みんな聞こえてないけど。え、どんな色だ。私もでもマスカラが好き。いいよね。でもあの時みんなマジで細すぎる。確かにね。クリクリじゃん、なんかもうウエストマンみたいな。え、これ使ってないけどいいの使って。え、どうぞどうぞ。ありがとう。なんか新しいの使うのってなんかちょっと緊張しない？そう。え、なんかだけ？やばい、ズレ？これ。これ？みんな緊張すると思う。え、緊張ってなんか、あ、合うかなってこと自分に。うん、合うかなとか、なんかこの削れる感じが。え、それは思わんかも。そう、もったいない。合うかなは確かに思うけど。え、マジで、このディオールのやつとか、ディオールのやつ。いや、それは思うよ。確かに。もう、はい。コスメ、ハイブランドのコスメとか思うよ。そう、だからなんかこれとかさ、なんかもらい物なんだけど、これ、うん、誕生日にもらったんだけど、うん、使えなくて1年ぐらい使ってなくてなんかえ、もったいないみたいななっちゃって。それはさすがにもったいないかも、ね、で1年経って使い始めたけど結局2年ぐらい使ってる。なくなんないんだよね、コスメって。やっぱ高いものってなくなんない。マックのハイライトとか一生使ってるもん。私え、もかもチーク、マックのチークまで何年使ってるのってぐらい使ってるんだけど、期限切れ、余裕で。そうで、まあ別に肌に支障ないからよくない。いや、私も全然気にしない。いいかなって思っちゃう。まあ、自己責任だよ、って言っていい立場か分かんないけど、うん、まあでも自己責任じゃない。え、そう、自分は別に大丈夫っていう。使い切れないもんだ。毎日使ったら使い切れるのかな。え、でもこれ毎日使ってんの。毎日だけど2年経ってやっとこれなんか周りのが削れる。お、でもめっちゃ底見えじゃん。そう、グリーンもあるけど、どう使ってみる。二重のところに黒、緑やって黒のがいい、締める方がいい、うん、それとも、と思う。緑やって、私は割と濃いのを後にして、うん、まあ、ちょっとぼかしたかったらまたやればいいと思うし、ちょっとそれでいくわ。これでいいの。え、シルバーね。あ、シルバー。あー、よかった、水分取っといて。カラコン。あ、
なんかもう、あもう今なって思った。あでも全然まだ10分経ってみや。よく喋る。私より向いてるんじゃないかな。余裕余裕。よく喋るよね、ほのかって。え、なに、喋るときと喋らないとき結構差は激しいよね。いや、でもそういうときって私が逆にめっちゃ喋るから。あー、そうかも。うん、はっ、みんなには聞こえないっていうのかな。何の曲か当ててほしい。XG 好きな子どんぐらいあるんだろう、ね、私の見てくれてる。でも結構ね、DM でね、しまさん、XG のライブ行きますかみたいな。そう。え、でも手で塗った方がいいと思う、これ。なんかそんな感じで、でもさ、手のさ、爪がすごいからさ、頑張ってよ、そこは。こういうのやっぱ指だよね。うん、いいのなんだね、発色いい。うわぁ、え、ちょっと指むず、似合いそう。え、ちょっと爪がうざいな。可愛いけど、こういう時すごいさ、チップで塗る、それか。あ、助かる。だってもう、すごくひどくない、これ。ちょっとさすがにひどくない。え、でも、めっちゃいい感じだけど、発色。発色はね、え、いる、チップちょっと欲しい。いいの、いいよ、本当にいっぱいあんね。生で見てほしい、マジでみんなに。やばいから。え、でもたまに映してるじゃん、生で見ると。生で見るともっと迫力が。迫力。え、なんて、なんかマウントとかじゃなくて。マウント張ってるとかじゃなくて。ちょっと裏使って、あんま、全然いい。え、こんな綺麗なの。うん、どうぞっす。あー、チップだ。どうぞどうぞ。ちゃんとあれだね、あれしなきゃね、あれブレンド。そうそうそう。何歌うんだろう、ね、でもさ、なん曲はさ、そんなにめっちゃあるわけじゃない。うんうん、え、でもなんかソロ見ちゃった。はぁ、だって流れてくるんだもん、しかも歌ってる一発目からさ。ごめん、ソロって言っちゃったけど。なった。え、そうだよね、ごめん。ソロすら知らないのに、私。あるだろ、さすがに。ソロのコンビっていうか、なんか別れるのはありそうだけど、ソロあるんだ。うわ、ごめん、変なこと言っちゃった。本当に申し訳ないことしたわ。本当にいいよ、いいよ。結構反省してる。大丈夫、大丈夫。ありがとう。あんたがここ。それ以上言わないで。でも、この話なしにしよう。私さ、ライブの話するのしやめない。え、でも今からライブ。え、誰推し、誰推し。え、みんな好きだからな。え、誰だろう、誰推し。私はもうまやちゃんよ。まやちゃんなんだ。え、言ってるじゃん。え、なんか、うっすらしか。意外？うん、誰っぽい？ジュリンちゃんね。ジュリンちゃんももちろん素敵だけど、似てるよね。え、そう、すごいね、言ってもらえるのよ、それは。似てる。でも本当に自分では思わないから、本当に恥ずかなんかおこがましい。似てるよ。メロタンにもね、めっちゃ言われた。もう見えない、シュナタンにしか見えないみたいな、うん。え、なんか最初はそんなこと別に思ってなかったって言ったらあれだけど、あんま思ってなかったの、うん。でもなんかだんだん、それこそ YouTube？コメント欄ちょっと見た時に、うん、あ、似てるみたいな言ってたじゃん。で、なんか、お、似てるみたいな。何が似てるんだろう。でも全然違うよ、多分1個ずつ見ていくと。え、でも似てると思う。なんだろう、パーツ。うん、なんか配置わかんない。なんかおこがましい、こんな顔でさ、ほんと失礼しますって。え、そんなことないよ。ジュリンちゃんってさ、もともとポップティーンのモデルっていうか、なんかしてたと思うのよ、うん、そっち系。その時から言われてた、なんか言われてで、うん、でもその時は本当にあの申し訳ないんですけど、分かんなかったの、うん、知らなかったの、そもそうだよね、知らそうでしょ。で、あ、こういう子がいる、子がいるんだって言って、あ、すごい嬉しいなと思ってて、うん、そしたらなんか XC に行ってみたいな、うん、夢になっちゃって、え、あの時のってなった。だから、え、これ正解？うん、かわいい、かわいい。え、マジ平成ギャルね、かわいい。人に、なんか分かるな、人になんか大丈夫だよとか、なんかいいよって言われると、確かに、なんか安心するっていうか、そのイメージある。そう、なんか別に自分の何かに自信があるわけじゃないから、なんか、そう、周りとか。気にしすぎじゃない？自分のこと。え、そう、なんか周りにいいよとか、大丈夫だよとか、評価される。分かる？え、でもそりゃだってね、少しでも言われた方が自己肯定感は上がるし。そう、し、なんか、他人からの評価がないと、自信がない。分かる？え、そんなことないでしょ。え、そうなの、ほんか、なんか、嘘だ、なんかやってて、もっと自信持ちなよ。できないんだよ。え、どうしよう、こっから。え、何が必要、カーキ。下もやった方がいいのか、下もやんなきゃいけないのか。え、これ削るのむずいね。削る。こうやってこうやってホリホリするのむずい。ホリホリしてたんだ。これもまた、もう難しい。これもちょっとピンク、いいな、いいな、写してあげたい。何を？そのあたふたしてるの。面白い。いいよ、誰も別にそんな見たくないでしょ。
絶対気になるよ、声しか映ってないと思って声しか映ってなくて、え、これは違う、なんかさ、結構あたあたするよね。うん、自己完結が多いかも。わかるかも。これはこう、あ、でも全部言葉にするよね。うん、やばいよね、思ってることを。それってどうなの？え、いいんじゃない、別に迷惑とかではないしでも人によるよ。何が？それをちゃんと口にしちゃう人と、なんかあーって思って自分の中で、その人の前でってこと？その人の前で、うん、それはもうね、それはさすがになんかみんな年下っていうのが本当に怖くなってきた。マジでなんかさ、韓国のアイドルとかさ、うん、もうみんな年下じゃん、うんうんうん、え、どういうこと？それがさ、あれベイビーモンスター、うんうんうん、見ててあのブラックピンクの妹みたいな感じの子だよね。えみたいな、14歳15歳え、14歳いるの？そう、違ったらホラフキね。ホラフキ久しぶりに聞いたわそう、14歳チキータちゃん。チキータちゃん、そう、タイの子なんだけど、でもね、リアクションがね、ほんと年相応でめっちゃ可愛いの。なるほどね。そう、なんか全部顔に出ちゃう感じがめっちゃ可愛くて、見える感じね、そう、可愛いなって思うこれ下まつげ必須じゃん。下まつげないんだよ描いちゃえば。え、もう書こうとも思ったことあるよ。でも涙袋しっかりあるからむずいかもね。そうなの。ブルーのラインを引いちゃいます。かわいい。早くね。黙々とやってるもん私だって結構でもこのぐらいのペースでいかないと私は間に合わない。考えてどうすんの？え、だから迷ってる。あのツインのお団子にするか、バンダナのやつにするか。結構バンダナに揺れちゃってる面はある。バンダナ似合いそうだけどね。え、可愛くない？ブルーのラインの感じ。え、めっちゃ可愛いね。シューのマジ色使うの上手だよ。ほんと？うん、売れていい。私にはできない。できる、みんなできるんだよ。やらないだけそう、それやらないやればできるんだよ。正解？アイライン引くまでほのか全部不安なの。わかる。グリーンはいらないの？いるとりあえずちょっと使用期限切れてるかもしれないんだけど。全然大丈夫。そこら辺する。ごめんねって感じ。誰が気にする？これじゃない。カーキだね。え、このカーキかわいい。本当？それでいい？うん。全然いい。カーキ。Yeah. You know what? 濃いやつもあるし。ウェイクアップ。この辺かな。グリーンは。ありがとう。もっとさ、下シルバーの方がいい？うん、入れてもいいんじゃない？めっちゃさ、目にゴミ入るんだけど、てめえのせいで。マジで羨ましい。え、そう。羨ましいか。本当にてめえが羨ましい。ゴミ入るの羨ましい。マジで奥目死ぬ。あ、もやながい死ぬとか。奥目可愛いと思うんだけどな。一般的な奥目は可愛いと思うけど、なんか奥目 にプラスして、まぶたがめっちゃ重いから、勘弁してくれって感じ。確かに、デメだからドライアイなんじゃない？それもあるかな。うん。でもなんか、全く。閉じれないのかな、ちゃんと。え、でもさ、デメの人ってさ、目、寝てるとき目閉じれないって言わない？え、開いてる私。いや、開いてない。てか、私が寝てるの見たことないでしょ。だから、何度かだね、先に言っちゃう。見ない。遅いもんね、起きるの。遅いから。いつも起こしてくれるから。でも自分の寝顔めっちゃ気になるんだよね。今度寝てるとこさ。写真撮っとくわ。うん、撮っといて。なんか、ブスそうで嫌だ。ストーリーとかで寝といた方がいい？全然あのエアドロでいいよ。本当。うん、まあ、親しい友達ぐらいに。嫌じゃないでもさ。いいです。ちょっと嫌じゃない？これ緑に見える？うんうん、見える見える。めっちゃいいやんそれ。見ない色使い。ね、あとここに物があるからできてるってのがある。でかい。一緒に準備しようって言ってくれてマジ助かる。上がるやん一緒にやった方が。確かに。それはそう。可愛いかも。可愛い。でも左右対称にできないのがすごく悔しい。めっちゃ平成って感じ。うん、うんうんうん、ね、なんかマンバギャルのねえ、だよね、マンバギャルいけそう。そのメイクでもうでもうで詰まりすぎたのほのかがやりたいのは、え、何何の話TikTok？ 違うあのライブでほのかがずっとやりたいって言ったことあるじゃん、パペットショーの時に、でででででパペってパペパペパペって叫びたいっていう、もう今思い出しただけ。できるよ今日。嬉しい。念願の夢が叶うわ。私はシューリングスターの最初のジュインちゃんパートを合唱するのが夢。意外と声出すよね。何が？XG のライブみんな。え、わかんないもん。
あの海外でしかやってないじゃん、ほぼ今って。あ、そうそう、なんか海外のやつを見てて。あ、そういうことね。なんか意外とみんなも海外だからか。そう、日本の感じはね、どんな感じなのかわからん、想像つかん。これもうちょっとさ、下までやった方がいいから。何を？これぐらいでいい。何を何を？緑、下も。あ、え、そのぐらいがいいと思う、私は。え、超楽しみ、やばい。え、そればっかり。変な感じしないの、一人でさ、カメラに向かって喋っててさ。え、もうしないんだよね、もう。もう、そっか。最初の方やばいよ、多分私。動画、最初の方の動画とかもさ、なんか超喋り方がなんか、はい。なんかすっごい猫かぶってるし、やっぱね、違和感あった、めっちゃ最初は。見てて。いや、なんか動画撮ることに対してはもう、もともとやってたから、YouTube 始めた時に、あんまなかったんだけど、喋るのがなかったからさ、何、なんか、どうしようかな。もともとさ、しゅんのそんなにめっちゃ喋るかって言われたらさ、何喋らないよ、私。喋るけど、そんなに自分のことを、なんか、自分から喋るタイプではなかったじゃん。どっちかっていうと。え、そう、私多分、うん、喋らない、自分のこと。なんか違うんだけど。え、そう、余裕じゃん。まあ、あなたはちょっと髪の毛もやってもらわないといけないから。青みピンクね。こういうハートってどうやってやるの？指でやってんのかな？つけませんが。もう目になんかもう入ってくるよ。え、マジで横から見たら超出てるね。え、めっちゃ、もうほんとやだ。ギョロ目すぎて。いや、いいでしょ。私、XC から C こういうの流行ったと思ってる説ある。嘘。思ってる説？流行った説あると思ってる。え、待って、濃すぎ、さすがに。カメラと全然伝わんないんだけど。え、そんなことないよ。全然可愛い。XC だもんね。自分がステージに出る気分だよ。確かに。そう。声の方が。そう。飛んじゃうから、照明で。そう、照明でマジ真っ白になっちゃうから、顔が。久しぶりにつけた青み系のピンク。全然まやちゃんと違うんだけど、なんか可愛いから言ってない？え、割と一緒じゃない？多分涙袋のラメなんだよ。私涙袋ラメあんま入れてみようかな、うん、入れてみるか。こっちだね。え、リミックスとかで歌われるのかな今日ね。歌われるのでしょうか。歌われるのでしょうか。急な今のってさ、尊敬にもさ捉えられるしさ、なんていうのやられるっていう風にもさ難しい。日本語ってやっぱ難しいんだよね。難しい、本当に。日本語喋ってるうちら本当に天才だと思う。いや、もう本当にそれは一応だって難しいって言われてるやん。なんでこんなにさ、難しいさ、日本語喋れるのに英語喋れないんだろうって思う。やってないだけよ。そうだよね。よくさ、本読んでる人はさ、語彙力広がるって言うじゃん。私、語彙力広げたくてさ、本読みたいんだけど、嫌いが勝っちゃうんだよ。さ、本読みたいってずっと言ってない？言ってるよ。なんか 本を読もうと思うけどみたいな、何読んでいいか分かんないって言ってるっけ、うん、なんか前でも確かに本読書に興味はあるけど、そう、なんかそうやって言ってるイメージなんだけど、嫌いなのよ私読書。矛盾。嫌いが勝っちゃうの。でもさ、嫌いな人の方が多いじゃんきっと。だから私あの学校のさ、読書の時間めっちゃ嫌いだったんだよね朝の。ああ、本が好きだったんだよね。うん、意外かも。ちょっと失礼かもだけど。え、本当に失礼だよ。でもだいぶ完成しね、あんまりさ伝わんないカメラだとチークだいぶ濃いんですけどね。なんか取れたあとはリップですね。え、もう終わり？うん、割と。ちょっといいね。出ない。え、なんでニュージーンズが始めた？なんか急に何の違和感もなく聞いちゃったけど。カメラさ、リップはダルルルルルルこちらです。メイベリンスーパーステイビニリンク60番。なんかシューのメイベリンずっとつけてるイメージ。うん、大好き。ねクリームアイシャドウとかある？クリームアイシャドウって下地？うん、あの黒のジェルじゃない。あー、ない。オッケー。ここにもなんかないものがあってなんか嬉しい。リキッド派なのよ私。涙袋のこのマスカラが、あーマスカラもう葛藤している。え、いいんじゃん、かわいい。マジでこのさ、まやちゃん、このまやちゃん本当に怖いわ。どうですかね、見せて。え、よくない？まあ、ちょっと違う点はある。まあ、アレンジも加えさせていただきましたが、カラコンが違うなって言ったら、まずチークをここにも入れちゃいます。いいんじゃない。あ、なんか新しい自分って感じだな。これってさ、なんで脂肪だよね、でもこれって
取ったらやばいのかな、ん取ったらやばいのかな、これ普通、脂肪、もったいなくない、脂肪なのそれ、え、でもどう出したら、え、いいじゃん、何まつげやった、一応やったけど、まあ、下描いてみたら、怖い、これでさ失敗した時にさ、え、でも下だけでしょ、ならまだいけることない、そのシルバー塗っちゃえば、え、どうやって描くの、描き方わかんないんだけど、アイラインで、そんなスリリングなことしちゃう、大丈夫、え、怖い、ちょっと一回消すね、バイバイ、あ、映ってないラインストーンをつけるのを忘れていましたので、つけます、なんかね、ウォークアップのビジュアルでみんながつけてて、鼻の間に、うん、こっちに喋ってるんだ、いやでもすごい、あの反応してくれやべえだろ、その鼻の間にね、みんなつけてて、これをやろうかなって、ねえ、マスカラ借りてる、マスカラ、うん、どういう系、え、ボリューム系、ボリューム系、ラインストーン、あとはチークを、あとちょっとオレンジで一回下書きしようかな、ん、どんなピンクって言った、コーラル、コーラル系、コーラルピンク、むずこれ、ハートってどうすんの手で指でやった方がいいのかな、うん、じゃあ、まあ、こんな感じでね、今つけました、急に急に話して、あ、なんかそれつけるとよりなんかさ雰囲気ますね、やっぱ大事よね、温度変えちゃった、でも本当はこうちょっとクリアな感じじゃないやつがいいんだよね、でもないのでこれで代用、はい、もうちょっと目立ったかな、確かに、あ、でもいいんじゃない、ちょっと拡大していく、ちょっと、うん、あー、ちょっと上すぎた、あー、なんかハートじゃなくなってる、あー、ブーメランみたいになっちゃった困る困る、時のコンシーラーなんかずれてね、やっぱ私鼻曲がってたわ、そういえば鼻曲がってた鼻曲がってるから、なんか今日鼻曲がってるの、うん、私鼻曲がってる、鼻曲がってるからどうにも無理だね、なんかバランスが、あ、ほんとだ、曲がってんのよ私鼻、生まれつき、生まれつき、ちょっと真ん中は中心取れないんですけど、え、でもいい感じだと思うけど、中心ではあるよ、すごい左右平等になんない、まあええか、非対称でなんぼ、そうだよ、完璧なんて AI じゃないんだから、どうしよう、もうちょいつけるか悩んできてる、何分出るんだっけ、毎回聞いて、3時半、みんな顎にもつける、待って3時半ちょっとまずいえ、このハートめっちゃ綺麗じゃない、そうでもない、うんうん、いいいいいい、ジカジさん、あ、かわいい、でもなんかいらない、いらない気もするんだけど、あとはもらってもいい、どうぞ、ちっちゃい方がいいよね、細かい方がいい、あんまで見えないかも、でもちっちゃいと、大きいのね、大きいね、しよう、まあ、一回こぐだけで、よし、じゃあ着替えます、じゃーん、着替えました、アルファーズ、なんか新曲のある感、すごいね、狼の、うん、そう、狼ね、狼がモチーフですから、XT はちょっと汚いけど、まあ帰ってきてからどうにかするということですけど、もう6分ですよ、え、まずい。めっちゃいい感じなの。え、うまい。めっちゃ上手だよね。ちょっと後で、後でちょっと見てほしい、うん、うん。え、もう映していいもん、なんなら。いいよ。映るかな、ボケちゃう。これ。見えてるこれ。多分見えてる、多分。キラキラ。めっちゃいい。あと、こう笑うとに引っ張られんの、これ。めっちゃ、あとちょっとだけだけど、あと半分。3円のガスだけは、しないように。僕が全く。これもポリみんな見たいだな、そうさ、左がさ、むずいんだよね、そう見せながらさ、動画撮るのって大変だね、そう、てか私は超可愛いスタイリングを、うん、今日天才、今日天才っていうか、いつも天才だけど、めっちゃ可愛い、キャップにバンダナを巻いちゃいます、めっちゃ可愛かった、さっき言った、だってさっき一人で興奮したおおとか言って天才とか言ってね、慣れてんだろうなって思いながら、こういう感じで、はい、とりあえず髪の毛も見えないんですけど、あんまりストレートにして、ここのストーンだけ気になる、わかる、何が、ここのストーンだけ気になる、あ、確かに、これもちろん内側とか、うまっ、やっぱほのかってさ、実は器用実はなんだ、そう、ほのかってあんま器用じゃないんだけど、ね、
いいと思うよ。この子いいじゃん、いいじゃん。でもうちょっとチークを出したいんだけど、これあ、どう、どうよ、どうよ、チーク持ってこ。うん、そうだね、足してこ、足してこ。私も持ってく。え、どう、え、いいよ、めっちゃ。いい、ちなみに何分。おっと、そうだよ、やばいでしょ、意外と。おっと、まずい。ここまであった方が可愛いかな。ここにもついてんだよね。何が、これだと。ここにも。あ、ストーン、これ。かわいい。かわいい。かわいいか。ここだけつけとこうかな。これ一番大きいもんね、ストーン。うん、ね。ごめん、チークがさ、いっぱいこのさ、先っぽについちゃってる。おー、いいよ。え、チーク、うわ、先出るの今日。楽しもう。お餅のローン。これってこの辺？うんうん、いいんじゃない。入りに何個ストーンがついてるか数えとかない。個数キャップして。最近ヘイリーがとってもやっている、スタイリング。ギャ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 。おっと、え、かわいい。これでも全身で見た方がかわいいか。あっ、あっ、熱いな絶対。それだって、それさ、つけたままずっとライブ見る気まあ熱くなったら外すよね多分なんかこのメイクココナに似てるかもしれん。見せて。え、そう、やめて、そのガチトーンで、そう。まあよく聞こうとするならこれだよね。まあよく聞こうとしなくても絶対音は聞こえるんだけど、ね、まあね。まあでも、え、Xチーっぽいわ私今日。めっちゃ。やっぱこれチークだな。はい、オッケー、終わり、髪の毛。はい、すぐ。すぐやって。すぐ。今何分？お願い、16分。やっぱ眉毛脱色したの正解だな私。またこっち持ってきていい？いいよ。もうね、ありかを知ってるの、私の家のもののこんな感じかな。私は完成。ええー、やない、めっちゃいいよね。えこれでちょっと全身を、全身紹介します。映りますか。映ってるね、うん、わ、どうしよう、靴下いらないな。かわいい。じゃーん、アウトフィット参戦服、かわいいよね、うん、シューナっぽい。だいぶ満足してる私。めっちゃシューナっぽい XG のライブ参戦服って感じ。こんな感じでやりました。ブランドどこのこれがね、確かインソスで買ったような気がする。コリューションみたいなところのバンダナに、キャップこれどこだったっけなちょっとまた後で記載しておきます。ワンピとベルト、シューズはザラのやつで。ザラなの。え、そうそう、かわいい。で、このファンは H&M のとラバンヌのコラボのやつ。このインナーはヴィンテージ、パンツは、パンツ持ち名前わかんない、記載しておきます。ファーはさ、何用のファーなの普段、普通に使うとしたら。本当は首に巻いたりとか肩に巻くみたいな感じで使ったやつなんだけど、私は腰に巻いちゃう。絶対気になるよみんな、何用のファーですか確かに形がね、うん、そう、かわいいんだって。で、バッグはディーゼルのこのミニのやつでしょ。で、アウターはさすがにちょっと会社行くまで寒いので、きっとこれを羽織ります。アルマのボレロ、マジでかわいい。あんまり本当は羽織りたくない今日のスタイリング的にはあんまり羽織りたくないですが、まあ、ウォーカンとしてこれの感じでいきます。え、めっちゃ満足してる、うん、かわいい。いい感じにスタイリングできました。え、いいんじゃない。いいいい、マジで平成ギャル完成。かわいい。よし、ではもう本当に時間がやばいので今何分。ちなみに、あ、おっと、行ってきまーすバイバーイ。靴脱ぎながらこんな感じです。バイバーイ、行ってきまーす。終わりながらかわいいかも。よいしょ。え、いいよめっちゃ。いい感じ。確かに。ほのかな、できました。ほぼこれで、あとは髪の毛飾り付けて、ここに100均でさっき急いでめっちゃ買ってきたよ、ね、そう、めっちゃ急いで買った。これ聞きたい誰か、このシャカシャカ
のリボンを取るか迷ってるけど、とあと星のゴム、かわいい星と、あと星のピン、やっぱシューティングスターって感じ、イエスって感じです。急げ急げ。イエーイ、着きました。着いた、イエーイ、着いた着いた。ライブに行ってきました。超楽しかったマジで最高だった。本当になんか2時間半かぐらいだったんですけど、本当あっという間で、いや本当そうよ、30分ぐらい、本当にそう、マジ一瞬でした。超可愛かったし超最高でした。アルファース、また絶対行こうね。行こうね、バイビー。バイバーイ。バイバーイ。